はい、こんにちは、ロキです。今回はですね、僕のコーチングの生徒さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。お疲れ様です。質問です。動画、怒り、非難が多い人の根本原因とはの中で、傷を癒せていないという言葉がありましたが、私が受けたワークが癒す答えの一つだと思いました。この解釈は合っていますでしょうか、というメッセージでした。僕が以前ですね、動画で怒り、非難が多い人の根本原因とはという動画を撮ったんですね。まあ、その動画は簡単に説明すると、この世には必ずプラスとマイナスの面が存在していますと。これ大前提になるんですけど、まあ、それなのにもかかわらず相手を非難するという人がいますと。非難が多い人って言いますよね。でこういう人っていうのはどういう人かっていうと、自分の潜在意識の中に心の傷を負っているということなんですよね。この世には必ずプラスとマイナスの面が存在してるんですよ。僕たち人間にもそれが言えるんですよね。それなのにもかかわらず相手のマイナスの面ばかりが見えてしまってる状態なんですよね。相手を非難する人っていうのは、ね、相手も自分もプラスとマイナスがあるにもかかわらず、相手を見たときにマイナスの面ばかりが見えてしまっている人なんですよね。まあ、例えば何かの話になって相手の言動に腹を立てたりとか、ね、怒りをあらわにしたりとか、ね、相手を非難するっていうことは、まあ、無意識に自分の心の傷をガードしているのと同じなんですよね。で、相手がね、どんなに強がって虚勢を張っていたとしても、そういう人の心の中っていうのは見透かせるんですよ。相手を非難して自分の心の傷をガードしているだけに過ぎないんですね。でずっと同じことでイライラして、ね、相手を非難し続けているだけなんですよ。でこれどこかで卒業しなければ、ね、ずっと同じような出来事って起き続けたりするんですよね。まあ、例えば、まあ、ビジネスがなかなかうまくいかないとか、繰り返し同じ病気になってしまうとか、パートナーを変えても同じ理由で別れを告げられてしまうとか、ね、いろんな出来事が自分に教えてくれてるんですよ。だから卒業しなかったら、ね、その同じ悩みっていうのは消えないんですよね。だからこういうことを卒業するためには、相手を変えるんじゃなくて、相手を非難するんじゃなくて、自分の心を癒していく必要があるんですよね。自分の心の中に傷があるんですよ。その心の傷を自分自身で癒してあげるんですね。相手から癒してもらうんじゃないんですよ。相手を変えて、ね、どうにかしようとするんじゃないんですよ。自分自身で治すっていうことが大事なんですね。だから相手を非難するっていうのは、そもそもね、自分は正しくて相手は間違えてるっていう心の表れですよね。でも再三言いますけど、この世の原則として、この世のあらゆるものにプラスのエネルギー、マイナスの面っていうのが同時に存在してるんですよね。自分がプラスなんだって正しい主張をしてね、相手がそれに対してマイナスっていう意見を持ってたとしても、それは結局は同じものを見てるに過ぎないんですよ。同じものを見てるんですけど、見てる面が違うだけなんですよね。だから非難する必要ってそもそもないんですよ。で、この世の全ての人がプラスとマイナスの面を持っていて、ね、神様みたいな唯一絶対神のような完全完璧な人っていないわけですから、もし誰かにあなたが非難されたとしても全く気にする必要はないです。まあ、何か意見としてね、まあ、丁寧に伝えてくれたんであれば、あ、改善した方がもっと良くなるよということで、実際に自分がやっていること、例えばビジネスをやっていて、ね、自分でやっていてもなかなかうまくいかないと言った時に、誰かがね、こうするとうまくいくよっていうふうに伝えてくれたんであれば、それは非難ではないわけですよね。非難ではないんですよ。丁寧に親切に教えてくれたわけですから、そういった意見というのはね、もちろん聞いてね、間違いないと思うんですけど、まあ、圧倒的に自分が正しくて、ね、あなたが間違えていると、でそういう非難って言ってもね、本当に蹴落とすような形で、まあ、言ってくるような人ですよね。まあ、そういう人からのメッセージっていうのは、正直受け取る必要はないんですよ。真に受ける必要もないわけです。
まあ、たとえ自分が誹謗中傷されていたとしても、ね、そういう人っていうのはもう耳を塞いじゃって大丈夫だということですよね。まあ、僕であれば、まあ、そういう人からはもう静かに去りますよね。まあ、全くそういう人の意見って聞く必要がないし、自分の人生に必要ない人なので、ね、そういう人から静かにいなくなればいいっていうことですよね。それが一番いい方法なんですよ。逆にそこでドンパチやり合ってもね、自分もエネルギーを失っていくし、相手もエネルギーを失うからいいことがないんですよね。うん、だから一番いい方法っていうのはもうその人たちから離れていく、静かに離れていくってことですね。別に自分の意見を主張する必要もないんですよ。自分が去れば済む話ですから、いなくなるっていうのが一番いい方法です。で、自分の心の傷をね、自分で癒さないで誰かにぶつけている人のそばにいても意味がないんですよ、ね、下手すると自分自身もその人の悪い影響を受けて、ね、自分自身も相手を非難するようになってしまう可能性って高いんですよ。だから何かこう誹謗中傷が好きな人の周りにはやっぱり誹謗中傷が好きな人っていうのが集まるんですよね。相手誰かの足を引っ張ろうとする人に集まる人っていうのはやっぱり似たような人が集まるんですよ。でも僕はそういうふうにはなりたくないと思ってるし、やっぱり自分は成長していきたいっていうふうに思ってるから、ね、誰かを非難してる暇があったら自分が成長することを考えるというふうに考えているので、やっぱりね、少しでもこう成長できるような発信っていうのをしていきたいんですよね。うん、なのでやっぱり成長したいっていう意欲が高い人がやっぱり周りに集まってきてくださるし、素晴らしい人ばっかりがこう周りにいてくださるわけなんですよね。で、何をしなければいけないのかっていうことなんですけど、まあ、冒頭にもね、僕のコーチングの生徒さんも言ってましたけど、ね、自分自身を癒していくってこれだけなんですよね。誰かに癒してもらう、例えばなんかこうマッサージに行って、ね、誰かにマッサージを施してもらって、なんかその場だけちょっと癒しましたっていうんだったら意味がないんですよ。だって癒されたのは体であって心ではないわけですよね。癒さなきゃいけない一番のところっていうのは心なんですよ。まあ、言ってしまえば潜在意識なんですよね。潜在意識の中にある、要するにそういうネガティブな観念っていうのをどんどんね、癒していかなきゃいけないわけなんですよね。だから外的な何かの要因によって癒すっていうことはまずできないんですよ。自分自身で治すしかないわけです。うん、だからそういうことを考えていったときに、あなたは自分の心の傷を誰かにぶつけ続ける人生を選びますか？それとも自分で自分の心の傷を癒して、同じことで、ね、同じ問題で悩む人生っていうのを卒業しますかっていうのが今回の話になります。もし今回の話がですね、あなたに何かの良い気づきになったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。で、こういった動画どんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、動画の下にですね、メルマガ登録の URL 貼っておりますので、ぜひメルマガご登録もよろしくお願いします。はい、それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。感謝いたします。